じいちゃん、京子さんのお話教えてよ。やれやれ、仕方ないの。あるところにとても真面目な死神の娘がいました。しかし死神の娘はいつも悩んでいました。私は神様に命じられて魂を集めているのに、どうして人間に嫌われるの。ですが他の神の使いたちは嫌われたことがないので答えられません。ある時それを聞いた悪魔が彼女に答えました。僕も人間に嫌われているよ。きっと僕と君は仲間なんだよ。今まで誰も答えてくれなかったのに、初めて答えてくれた悪魔。死神の娘はいっぺんに悪魔が好きになりました。そして彼女は悪魔にそそのかされ、まだまだ生きられる人の魂も奪うようになりました。怒った神様は死神の娘を永久に溶けない氷に閉じ込めました。お前のような悪い死神はそこで一生反省しなさい。老いることのない死神は永久に溶けない氷の中で永久に苦しみます。耐えられなくなった死神の娘は神様に泣いて許しをこいました。ならばここで千人の人の願いを聞き、死者と再会させてあげなさい。そうすれば氷は溶けるだろう。それから死神の娘は訪れる人間の望みを叶え続け、もう少しで氷が溶ける時が来ました。すっかり良い心を取り戻した死神を見て、悪魔は面白くありませんでした。そこで娘の周りに怪物を放ち、人間を近づけなくしてしまったのです。人間が怪物に食べられる様子を死神の娘は動けないまま見つめるしかありませんでした。そして誓ったのです。もしここから出られることがあったのなら、私はこの大釜できっと悪魔を滅ぼすのだと。その声を聞いた悪魔は死神に通じる洞窟を氷で塞いでしまいました。もうこの氷は誰も通さないよ。ここに来られるのは僕の仲間が、僕の大嫌いなあの油と呪文がないとね。それでも死神は希望を捨てず、今でも人が訪れるのを待っているのです。ねえ、その死神さんに会えたらパパやママにも会わせてもらえるの？そうだな、会わせてもらえるかもしれんな。おや、旅の人とは珍しいね。ここはめったに人なんて来ないから、外の人と話せるだけでも新鮮だよ。そういえばさっきちらっと見たけど、平和維持軍の人がいたみたいだね。やっぱりそうかい。実は平和維持軍を作ったセルディスって人が、維持軍を作り上げる前にここに滞在していたことがあるんだよ。そういえばあの時一緒にいたバネットさん、すごく綺麗だったな。あの時彼女が忘れていった日記が今でも俺の宝物なんだよ。Yeah.
何の用だ。20年前に親父たちが、お袋の日記を持ってる奴がいるって。おい、そいつのところへ案内してくれ。おや、あなたは？俺は平和維持軍政治部のクライアス、セルディス総司令の息子だ。セルディスさんの息子？これは驚いた。確かにそう言われれば、あの頃のセルディスさんに似ているかもしれない。それで、こいつから聞いたんだが、お袋の日記を持っているんだって。お袋？日記？それじゃあ、バネットさんはセルディスさんと結婚したのかい？ああ、そうだ。それで、彼女は今も美しいかい？お袋は、俺を産んですぐに死んでしまった。だから、俺にはお袋の顔はわからない。思い出もないんだ。だから、せめて日記だけでも見てみたくて。そういうことなら、ちょっと待っていてくれ。ありがとう。ありがとうな。お前のおかげだよ。こんな年になって父離れできねえやつと思うかもしれないが、自分を産んでくれた母親なんだ。生前何をしていたのか、親父とどんな旅をしていたのか、興味を持ったっていいだろう。サンキュー。ちょっとほっとしたぜ。ところで、お前のお袋との思い出は。ああ、すまねえ。ワースリーの出身ってことを忘れてた。お袋の記憶に関しちゃ、俺とお前は同じってことか。お待たせ。これがその日記だよ。これが、お袋の。よかったらもらってくれ。それは息子の君が持っているべきだ。いいのか？もともとは彼女が置き忘れていったものだからね。それに私は平和維持軍を応援しているんだよ。もうちょっとで勝てそうだった国や反撃のチャンスを失った国には嫌われるだろう。でもセルディスさんたちが戦争をなくし、戦場で死ぬ人を亡くしたのは事実だ。それは誰にでもできることじゃない。そう言ってもらえると親父も喜ぶよ。もちろんお袋もな。私には応援しかできないけれど、頑張ってくれ。ああ。これがお袋の日記か。悪いが、先に宿へ戻らせてもらうぜ。お前、ここに来るのは初めてだそうだな。ここに来るまで雪道であまり気づかなかっただろうが、明らかに大地が痩せてきている。この大陸は徐々に衰退する定めを受けている。早く根本的解決をしなければ行く末は。どうやら気づいているみたいだな。人は愚かだ。自らの過ちに気づかず、目先の利益を負った。そのツケを払わされる時が来ているのだ。何でも言ってくれ。
うわっ、なんと逃がさねえぜ。なかなかやるだろう。地獄を見るがいい。ここを西に行けばポトラド人の居住区だ。
ホトラド人がスクリーパーに。やばいな。早く助けないと。なんだい。なんでしょう。わかりました。教えてください。わかりました。口が当てよ。やばい、やばいって。
れ。地獄を見るがいい。あ、無駄地散れ。地獄で待っているぞ。ありがとう人間よ。おかげで助かった。礼はいい。それより聞きたいことがある。流脈の力は十分か？流脈の力？何のことでしょう？お前たちには関係ない。黙っていろ。はい、すみません、ごめんなさい。それでどうなんだ？流脈の力は十分なのか？実は今それを計測していたところだったのだが、もはや流脈の力は尽きかけている。このままのペースで消費されれば1年以内に取り返しのつかない事態になるだろう。やはりそうか。それが分かればいい。俺の目的は果たした。さらばだ。ジークバルトさん、一体どうしたんでしょう？さあな。それより俺たちも聞くことを聞かないとな。俺たちも聞きたいことがあってきたんだが。何かな？ここに何が書かれているか教えてほしいんだ。お願いします。私たちではポドラドの字が読めないので。それくらいお安いご用だ。どれどれ。タイトルは秘宝による流脈パワーの使用。作者はこれはペルナギだと。すまないが読んでやることはできん。これで失礼する。ちょっと。その本を記した男ペルナギは我々ポトラドから追放された忌まわしき名だ。悪いが彼の書いた本は読んであげることはできない。悪く思わないでくれ。ポトラド人ってケチね。結局分かったのは、本のタイトルが流玉による流脈パワーの使用ということと、作者がペルナギということだけですね。せっかくここまで来たのに無駄になってしまいましたね。いや、そうでもなかったぜ。ペルナギという名前に覚えがある。本当ですか？お前はどうだ、聞き覚えがないか？その通りだ。平和維持軍を作った5人、俺の親父とおふくろ、アイザック副司令、費用を負担した商人のアラン、それからアドモニッシャーを修復したポトラド人技術者ペルナギ博士、研究員にも教えてあったはずなんだが。ああ、そういえば入隊の時に聞いたことが。すみません、すっかり忘れてました。本当にファニルって頭がいいのか悪いのかよくわかんない子ね。持ち出されたポトラド語で書かれた研究書にペルナギの名前、創設メンバーのペルナギ博士だと思って間違いないだろう。となるとこの本のタイトルである流玉による流脈パワーの使用、この流玉と流脈という言葉の意味が気になりますね。ああ、俺もそれが気になる。創設メンバーであるペルナギ博士がなぜロックバイン将軍に協力していたのか、
しかもロックバイン将軍は死んだが、その部下やネイランの代表であるビットオリオが意思を継いで行動中だ。確かにネイランの兵士たちもペルナギ博士を探していました。でも協力者を探しているというのはどういうことでしょう。そうかもしれないが、連中が博士の居所を見失っていることは確かなようだな。確かなことはペルナギ博士が平和維持軍と敵対する連中に手を貸したということだけだ。それじゃあペルナギ博士って自分で作った組織を壊そうとしてるの？ってことは作ったものが失敗作だったってことかな。ポトラド人から追放されているのもそのあたりに理由があるのか。どちらにしても一度本部に戻った方が良さそうです。メルビナさんが別の情報を持っているかもしれません。そうだな。ここからなら南に下ってシリルティア経由で帰った方が早そうだ。